か。ということで、死ぬわけじゃないので全然寂しくないので、本当に自分のまあ都合なんですけども、みんなにとっては環境がもっと新しくなるわけや。新しい先生と出会えるし、新しい仲間が 出会えるから、みんなにとっては本当にプラスしかない。みんなはこれからやることはダンスファクトリーを盛り上げていくことです。外に行くと思うけど、ダンスファクトリーをホームにして、盛り上げていく刺激を持って帰ってくるっていう係してください。はい、最後に安室ちゃん踊らせてくれてありがとう。幸せでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。